みんな旅してる？どうもしげです。五島列島、若松島、上五島の秘境。それではスタート。中通り島の宿チェックアウトして出発。本日も五島ベースさんで原付借ります。原付24時間3300円で借りました。今日は有川から島南部の若松島へ向かいます。それではバックパックしょって出発進行。40分ほどで若松大橋到着しました。この橋を渡って若松島へ行きます。今日の宿鶴屋さんに50分ほどで到着。荷物だけ置かしてもらいました。それではこれから島南部の若松奈良尾地区を回ります。まず初めにやってきたのは土井の浦教会。木造の古い教会を移築して建てられたそう。教会の目の前には1624年処刑された伝道師カリストの碑。こじんまりとした土井の浦のフェリーターミナル。うわすごい、マジでなんもないですね。鳴島、福江などへの船があるそうです。土井の浦、とってものどかなところでした。滝河原という地区、なんとのどかぞ。五島は本当に島の隅々まで家が建ってます。なんとこじんまりした堤海水浴場。近くにはとんでもなく趣ある神社の鳥居。2羽の大きな蝶も羽ばたいてますな。両瀬浦橋渡ってきます。海きれい。いいねいいね、秘境感満載だぜ。ちょっと待て、なんじゃあのエメラルドグリーンの海は。橋みたいな道路を渡って隣の有福島へ。なんなんあそことか、めっちゃエメラルドグリーンになってんじゃん。有福の港、海の色やばすぎ。なんすかこの大パノラマ。島の一番西にある有福教会やってきました。教会のすぐ近く、とてつもなく美しい海が広がっています。この道を渡った先が若松の果て日の島。駐車場と建物がありました。吾妻屋の目の前にあるこじんまりとしたビーチがちるいね。この先若松地区の一番端日野島。1300年から1400年に作られたというたくさんの石塔。日野島も結構家建ってるんですね。どうやらここで行き止まりのようなので、日野島から港の方に戻りたいと思います。帰り道も絶景すぎる。マジでやべえぞこの島。絶景が多すぎて全然前に進めません。若松中央小学校、生徒何人ぐらいいるんだろうね。港が見えてきました。あの辺りが若松一番の中心街ですね。若松港ターミナルの2階で昼飯食いたいと思います。ターミナル内はかなりレトロな雰囲気ですね。残念ながら今日は弁当の販売しかしていないそうです。若松では昼間空いてる店ないらしいので弁当を買ってきました。ちゅうことで海見ながら弁当を食いましょう。うん、海見ながら食べる弁当も悪くないかも。港のすぐ近くに郵便局があるので現金下ろせます。このような細い商店街チックな道もあるんですね。住宅の数はそんなに多くないですが、道は狭くて密集してます。ノスタルジックな空気が流れる街ですね。警察官の若松駐在所、これが役場新上五島町若松支所。かなりこじんまりしてるけど、スーパーの A コープもあります。意外とでかくて驚いた若松診療所。
散歩はこれぐらいにして再び原付の旅を再開します。龍神崎展望台にやってきました。素晴らしい景色、抜群の見晴らしですね。真っ白な若松大橋もとてもよく見えます。若松大橋と逆側の眺めもとても素晴らしい絶景。龍神山からチャンネル登録よろしくね。山道ひた走ってやってきた大平教会、目の前の道から立ち入り禁止。教会の目の前には大平小学校、今は生徒いなそうですね。見てよこの坂道、かなりの急勾配。これから若松大橋を渡って中通島奈良尾地区に向かいます。ということで真っ白な若松大橋渡っていく。奈良尾地区にある高い旅ビーチやってきました。もう3時半だけどまだまだ海の色は青いですね。ビーチも程よい規模感でふかふかいい感じです。高台から見下ろす高い旅ビーチもとても美しい。ビーチの目の前には高い旅教会もありました。長崎や福江からの船が発着する奈良尾港。奈良尾も海沿いにある静かな町といった印象です。奈良尾港ターミナルから100メートルぐらいのところに足湯ごゆっくり。一日中運転で疲れたからね。どれどれ、おお、あちぃあちぃ、ここもあちぃ。福江島と同じで3秒ぐらいしか入れなかったけど、ここもきっといい温泉だと思うよ。足湯だけじゃなく温泉もあるらしい奈良尾温泉センター。温泉センターのすぐ横にはリゾートホテルマルゲリータ。温泉センターのすぐ目の前はふるさと観音公園。日本庭園風の庭に金ピカの観音像。観音像の奥に回ると奈良尾港を一望できるよ。港と逆側にある奈良尾の市街地。奈良尾神社の鳥居をくぐると国の天然記念物だという赤穂の木。根元が分かれていて天然の参道になってます。とても巨大で樹齢は650年。かなり大きくて立派な霧教会。丘の上に立っているのでかなり遠くからでもすぐに見つかります。家みたいで一瞬見逃しかけた若松大浦教会。裏側から見ると民家風の木造の教会。これが本日最後のスポット、中之浦教会。海面に反射する姿から水郷の教会と呼ばれてるんだって。いやー疲れた、ついに宿帰ってきました。今日は宿泊者俺一人らしいんだけど、二間分使っていいのかな、クソ広い。共用のトイレも広々清潔。洗面台はトイレの中に大きいのがついてますね。今日は俺一人ということで小さめの風呂をご準備してくださいました。今日は宿で夕食いただきます。まずは朝日スーパードライ。これ見て、夕飯の量カメラの画角に収まりきらない。すげえ戦いじゃ。まずは刺身からいただきます。ハガツオも滑らかでとろっとしてうまいね。あ、タイも新鮮。これは何だろう、オープン。うおー焼肉まである、うまそう。ねえ、なんとこれ五島牛だって、超豪華。めちゃくちゃ柔らかい。うまい。それで生活してるんですか。そうです、生活できるんですか。あ、できます、はい。このエビも超巨大、うまそう。びっくり。このエビもやっぱすごい迫力ですね、本当。
この辺りの貝だという高尻いただいてみましょう。おいしい。磯の香りがすごい。茶碗蒸しもいただこう。プルプル具だくさん。刺身よく見たらサザエもあった。てんこ盛り。なるほど。コリコリでうまい。お椀物にも大きな魚が入ってます。魚の旨みがすごい。ビールの後はイキゴールド1号をいただいてます。焼き物はヒラス、ヒラマサです。焼きもうまいですね、やっぱり。タイの山かけいってみましょう。そばの風味とあんかけが美味しい。いやーすごい量だった。全部食べました。ごちそうさまでした。飯が超豪華でお腹いっぱいになった。おやすみなさい。朝からもりもり宿の朝食いただきます。米3杯目は TKG に海苔も巻いて食べちゃうよ。朝からがっつりごちそうさまでした。いやー快適な宿だった。チェックアウトしたので原付返しに行きます。今朝の水郷の教会とても美しい。返却前にガソリン満タンにします。1時間弱で五島ベースに着いて原付の返却完了。フラットで見てもすごい綺麗だから、なかなかあの色出ないから。五島ベースの方に送っていただいて有川港ターミナル到着。中通島有川港のターミナル。有川から小鹿までの高速船は2010円。高速船ビッグアース2号で小鹿へ向かいます。キャビンにはずらっと椅子が並んでます。10時15分、中通島有川港を出港。有川から35分、小鹿島小鹿港到着。若松島からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。